かを流した方が無駄もしな気がして流したっていう次第です。なのでなんかちょっと顔変なんですけど、お許しください。はい、タカさんパソコンありがとうございます。フランさんかわいいありがとうございます。パソコンもありがとうございます。ニコラスさんバラありがとうございます。本日もですね、コーナーみたいなのができてて、ちょっと気になるかもしれないんですけど、見えたらね、ちょっとグロいのであんま気にしないでください。私も口開かないで喋りたいんですけど、ここまでだったら分かんないくらいだね。そう、本当に。なので私はきっと今日ずっと口に手を当てていると思うんですけど、あまり気にしないでください。よろしくお願いします。あの本当にね、なんか「おおどうした?」ってなるくらいのやつなんですよ。ちゃんと病院行きますね。きゅんちゃんさんかわいいありがとうございます。ニコラスさんパソコンありがとうございます。たくさんありがとう。髪型変わってへんよ、長いよまだ。たかさんありがくま、くまさんありがとうございます。あの口内も赤いからね、パッと見わかんないんだけど。猫キャットさんパソコンありがとうございます。トミオさん300回目ありがとうございます。ヒロニアさんもパソコンありがとうございます。ターさんパソコンありがとうございます。猫キャットさんもパソコンありがとうございます。あった見えた。ヒロニャンさんハートありがとうございます。パンチョリーナさんパソコンありがとうございます。あ、ニコラスさんありがくまタワーです。ありがくま、くまさんありがとうございます。イエーイ。おにぎりんご村長さんお花ありがとうございます。花束なのかなこれって、何なんだろうね。フラスタ、ちょっと嫌なんですけど何も言えない、ちょっとよく分かんないんですけど、多分フラスタみたいなやつ。ありがとうございます。通勤急行通過駅さんパソコンありがとうございます。スズランの花束、おお、ありがとうございます、教えてくれて。スズランかわいいよね。シンさんパラソルテントパソコンありがとうございます。今日はねカラオケ配信でもしようかなと思ったんですよ。でもあまりにも口内が気になりすぎて、すごい邪魔なんですよね、ぶっちゃけすごく邪魔なとこにあって、噛んだら痛そうだなって思ってやめました。なのでこれが治ったらしたいと思います。ワンさん200回目ありがとうございます。パチパチ。
ナッパさんパソコンありがとうございます。孝太郎さんもパソコンありがとうございます。私あんまりね、前髪を分けるのが似合わないタイプの顔なんですよね。ここがあった方がいい感じの顔なんですけど、なんかうまくいかなかったのでレアです。あんまやることないと思います。でも私はずっと本当にずっと前髪を伸ばしたいと思っていて、いつからかな、ここ1年間くらいずっと思ってるんですけど、なので何度も何度もチャレンジして似合わない現実を受け止めて切るっていうのをずっと繰り返してまして今もねこれくらいだとねちょうどいいんだよね。前髪巻くときにこれだとちょうどいいんですよ。この目の真ん中、この痛そうだけど目の入り口の高さくらいが私的にはちょうどいい長さなんですね。私はなんか水で前髪洗うとなんかすごいなんか気持ち悪くなっちゃうんですね。前髪がなんか変にベタベタするんですよ。だからね、普段はシャンプーでセットする前とか洗うんですけど、今日はいや、いけるかと思って水でやったらやっぱなんかベタベタして気持ち悪くなった。ナッパさん、コウタロウさん、パソコンありがとうございます。ヒロニャンさんもパソコンありがとうございます。ニコラスさん、かわいいありがとうございます。フランさんもかわいいありがとうございます。イガさん、100回目ありがとうございます。ネコキャットさんもパソコンありがとうございます。松山さんもパソコンありがとうございます。というわけなんですね。というわけなんですよ。うんうん。なのでね、こればっかりはあれですね、私の前髪がうまくいくことを祈るばかりです。今日はね1時間をやらないくらい、45分間くらいにしようかなと思ってます。だから15分くらいまでやろうかなって今は考えております。ニシプーさん、パソコンありがとうございます。今日は早寝が目標なんです。なのであまり長い時間はしませんが、5分くらいまで配信しようと思います。そう、今日でゴールデンウィークが終わる方もいるみたいで、今年は最大10連休だったらしくて、その10連休だった人たちが今日がラストらしいです。皆さんが何連休だったのか、そもそもゴールデンウィークなんてなかったのかはちょっと私には分かりかねますが、結構世間的には有給を使って10日間お休みにした人もいるらしいですね。ジュラクモさん、ハートありがとうございます。ジュンちゃんさん、パソコンありがとうございます。
らしいですよ。私別に10連休というわけではなかったですね。なのでまあ人それぞれということで何とも言えないんですけど、まあこれから5月ということで、なんかね新生活になる方は結構今から嫌な気持ちになる時期だと思うんですけど、まあ頑張ってくださいとしか言えない。ぜひ皆さんね頑張ってください。なおくんさん100回目ありがとうございます。ヒロニャンさんもハートありがとうございます。ですね、今日も私すごくのんびりしてました。結構メールを送ったのでメールに書いちゃったんですけど、今日は本当にめちゃくちゃのんびりしてましたね。ゆかりんさんパソコンありがとうございます。ね、もう本当にのんびりのんびりっていう感じでした。久しぶりかもこんなにめっちゃのんびりしたのは。元隊長さんパソコンありがとうございます。ほぼずっと自分の部屋にいましたね今日振り返ると、ご飯を食べる時くらいかな部屋から出たのって思うくらい本当にずっと自分の部屋でのんびりのんびり過ごしておりました私結構自分の部屋好きなんですよね。基本的に外には出ないです。今日も外には本当にねザ・インドアなんですよ私は。のんびりとお家でゴロゴロしながら本読んだりアニメ見たりゲームしたり動画見たりするのが好き。私はそれで満たされてしまうタイプなんですよね インドは女と呼んでください。本当にねちっちゃい時はもうちょっとアウトドアだったんですけど、いつの間にかこんなにインドアになって前髪がなんか変です。ずっとずっとお家にいるような人になってしまいました。アーチエネミーさんパソコンありがとうございます。このイベントも今日までなのかな多分。ゴールデンウィークのイベントだからね多分今日までなのかな。ひろくんさん400回目ありがとうございます。パチパチ。佐藤久夫さんパソコンありがとうございます。お299日です。リーチありがとうございます。皆さんありがとうございます。猫キャットさん拍手ありがとうございます。ニコラスさんも拍手ありがとうございます。猫キャットさんパソコンもありがとうございます。佐藤久夫さん拍手ありがとうございます。フランさんも拍手ありがとうございます。今日限定でイベント中、今日も何かしてるんですか。わお
だろう、それはちょっと知らなかった。みんなの方が詳しいんですよねこういうの。さすがです。誘われるまで出かけない、誘われないと基本出かけないです。でも時々誘うことあります。でも結構うちらは日程をちゃんと決めないと出かけないんですよ全然。だから日程ちゃんと決めなきゃなって思ってますね今は。今も約束してるのあるんですけど日程を決めてないからこのまま普通なくなりそうだなって思ってる。ちゃんとね決めなくてはダメだよね。行きたいところはいっぱいあるんですけどね。そうなんですけど、あれなんです、あのあれなんです。この日って決めないままずるずると時が過ぎていって、そういえば約束してたけど行かなかったねっていうことがすごく多いです。なんかね寝ちゃうんだよね。家派18万36ポイント、皆さんありがとうございます。お、母の日ギフト10ポイントありがとうございます。そうですねやっぱりね、誰かと遊びに行く、まあメンバーとご飯に行くとかはあるっちゃあるかなくらいですね。完全に メンバーとご飯に行くか家でのんびりするかの二択です。元隊長さんパソコンありがとうございます。スズランもありがとうございます。そうそう、皆さんぜひねチャレンジでもらえるパソコンを無料のやつがあるので、もしあったらそれをいただけると大変嬉しゅうございます。なんか家派のやつはパソコンなんですって。なのでねぜひもし余っていたら、どうせ今日までですしあと2時間くらいですし、余っていたらくれると嬉しいです。モス隊長さん花束ありがとう、ありがとうございます。ぜひねよろしくお願いします。白熊さんパソコンありがとうございます。ですね、うんうん、私はね本当に今日何をしていたかっていうのを全部書いちゃったから話せなくって、なんかショールームで話そうかなと思ったのがあったんですよね。何だったかな、全然思い出せないんですけど。なんかあったんですよね、はてな。タカさん花束ありがとうございます。猫キャットさんパソコンありがとうございます。あ、これです、パソコン。ともくんさんもパソコンありがとうございます。そう、なんかねこの話、あ、これはショールームでしようと思ってメールに書かなかったことがあったんですけど、なんだった
ったかな、全然思い出せないよ。ショールーム終わってから思い出すパターン、絶対そうです、いつものパターン。メルさん、パソコン、テント、パラソル、ありがとうございます。絶対これは言おうと思ってたのに。絶対これ思い出せないわ絶対思い出せない、自信しかない、どんな自信って感じやけど。こうちゃんさん、パソコンありがとうございます。今日結構さっきまで覚えてたんだよね、ショールームをつける直前まで覚えてて、あ、これ話そうって、忘れてた忘れてたって思って思い出したんですけどね、悔しいわ。私はこういうの基本的に二度と思い出さないタイプなんですけど、いつも何かしようと思って忘れちゃう時とかはその行動を全部振り返るんですよね。あのさ、カラオケとかでもさ、歌いたい曲忘れちゃうことありません？そういう時はいつもこれ歌いたいと思ってたのにって思った時の行動を全部やり直すと大体思い出せるんですよ、カラオケの裏技。でも私まずカラオケ行く前の日の夜とかにプレイリストを作って、歌いたい曲のプレイリストを作ってる。はるかいさん、お疲れ、ありがとうございます。やってるけど何だったかな、まあ、忘れちゃったってことは忘れちゃうくらいの内容だったんだと思いますきっと猫キャットさん、パソコンありがとうございます。そう、関係ないけど私まつげを茶色にしました。いつもは黒いマスカラだったんですけど、最近ちょっとナチュラルっていうか、柔らかい印象にしたいなと思ってまつげを茶色にしました。そんぐらいかな、最近の私の変化。ディズニーランドに行きたいです。友達がね、ディズニーランドに行ったそうでして、それを見てですね、私とっても行きたくなってしまいまして、キャーって感じですお友達のね、そのインスタとかってアカウントを公開できるじゃないですか、私とか公開アカウントなんですけど、そういう風にしたらフォローしなくても投稿が見れるんですよね、他人からも。なので私のアカウントから見に行くわけですよ、当たり前ですけど。だから何ですかね、鍵かけてるこのアカウントは見れないわけですよ。私はさすがにさ、あんな本当のさ村上若菜っていうアカウントでさ、フォローしに行くわけにもいかないじゃないですか。みんなにフォローしてる人が見られちゃうんですよ、インスタってね。だからみんながなんだこの鍵垢の子は、なんでこの人をフォローしているんだろうってなっちゃうし、気になった人がさフォロリクとか送っちゃうかもしれないじゃないですか。あ、フォロリクっていうのは鍵垢を見るためのやつらしいです。それを OK すると見れるらしいやつですね。それを送っちゃうかもしれないじゃないですか。なので見れないわけですよ、鍵かかってる子は。でも鍵開いてる子は見えるので、鍵開いてる子のやつとか私結構見に行っちゃうんですけど、友達なんで別にいいかなとか思ってしたらね、ディズニーランド行っててめっちゃ普通に羨ましかった。普通にね送ってきてくれるんですよ、 DM とかも。その子は LINE があると思うんですけど、なぜかね
DM を駆使して私にお話かけてきてくれるんですよね。あと質問なんとか質問のストーリーみたいのやると入れてくれるんですよそう、 LINE してって言うんだけどね、一回も LINE 来たことない。 LINE 持ってないのかな、分からんけど、そういう私の最近はディズニー行きたい欲がちょっと強めはい、そんな感じですね。そんくらいかな。でも最近のディズニーは私は全然行ってなくて分かんなくて、その最近の様子をね、だからこれ書いとこうかな、テロップに。ヘタッピさん、クマさん、ありがとうございます。ありがくまです、ありがとうございます。くまさん、ともくんさん、パソコンありがとうございます。パンチョリーナさんもパソコンありがとうございます。何してるかわかんないもんね、知らん人から見たら。そう、最近はね全然知らなくて、最後に行ったのはいつだったかなっていうくらい昔です。去年は行ってないから、一昨年とか本当に昔なんですよ。もうその頃とは制度が全然変わっちゃって、もうね浦島太郎だっけ状態なんですよ。もう何が何だか分かんないと思います。私の大好きなね方がなんかねあれなんですよ、そのディズニーについて動画をとか投稿とかしてくれてる方がいて、その人だけが頼り私のC さん、パラソルテント、パソコンありがとうございます。アーリーと言ったのはすごい昔よ。アーリーまだ髪の毛長かった頃に行ったからね、分からん、それが最近ということになるのか分からないけど、私からしたらすごく昔昔はね本当にたくさん行ってて、お休みで時間が合えば行くくらいだったので、まあ今よりかは近かったし、なのでもう1年行かなかった時ですごく行っていない気持ちになって、もう羨ましいです。とっても行きたいわ。私はねご飯も大好きなんですよ。私的ディズニーの魅力、ご飯もとっても美味しいんです。チュロスとかね、私すごいチュロス好きで、なのでね食べに行きたいですね。ほんとご飯だけ食べて帰るでもいいし、散歩だけして帰るでもいいから、パークに行きたい気持ち。でもねやっぱちょっと遠いんだよね、福岡からだとさすがに1時間2時間とかで着かないからさ、難しいとこです。はるかいさん、テントなんだっけこれ、パラソルパソコンありがとうございます。パソコンアイテムはメニューのチャレンジからもらえますので、まだの方はよかったらぜひ。ありがとうございます。そうらしいです、チャレンジってとこからもらえるらしいのでぜひお願いします。ともくんさん、パソコン、うーテント、パラソルありがとうございます。一人でも行けますよ、行ったことあります。まるで一日はないんですけど、夕方から合流するときに、あの昼間から私だけ入ってやってましたけど、全然ね大丈夫でした。私結構あんま他人の目気にならないタイプっていうか、まあ
会った明日まで覚えてないし、二度と会うこともないからどう思われてもいいやみたいなタイプなんですよね。でさすがに友達がいて、その日たまたま別枠で、その友達からは逃げてましたね、気まずくって。さすがにそう、友達はさ私のこと知ってるから覚えてるじゃないですか。だからさ、なんかてか友達に会いたくないっていうか、ちょっと恥ずかしいなと思ったので、あんますごく仲いいわけでもなくて、もう同じクラスの子くらいだったので、会ってなんか何してんのみたいな、一人で来たのってなって、あーこの後合流するんだけどとか話すのが大変だなと思って、すごいなんて、だってこっちは一人なんでもう隠れやすいわけですよ相手5人くらいだったかな、できてて、なんで隠れながら夕方に合流して、普通に夕方からは複数人でやりましたけど、全然ね一人でも楽しめると思います。ただ一人で行くんだったらスマホの充電器は絶対持ってった方がいいです。やっぱ待ち時間とか、お友達がいたらお友達とおしゃべりしてしたら全然あっという間なんですけど、一人はね普通にきついです。やっぱり待ってる時間は一番。でもシングルライダーって言って、一人だったらめっちゃ早く乗れるシステムとかもあるので、そういうのを駆使して、まあ、隣の人が知らん人でも気まずくない人限定、私はねそれもやっぱ気まずくない、同じ理由で、まあ降りた頃に私のこと忘れてるから大丈夫なんで普通にシングルライダー使って乗りましたね。結構本当に速いんです、ファストパスよりも速いかもくらいのスピードなので、すごくおすすめですね。ヘタッピさん可愛い、ありがとうございます。メフィラスさんパソコンありがとうございます。なんか運がいいと前後とかなったりもすることもあるらしいですよ。私は分かんないですけど、その2人で行って2人ともシングルライター使うとかでも全然ありらしいよ。プリントンさんパソコンありがとうございます。そう、まあでもねやっぱり友達と言ったら友達と一緒に乗るのが一番楽しいかなって思います。シングルで3人組と一緒なのはしんどいかな。私ありましたよ普通に、もう全然気まずいって思いながら乗ってました普通になんかね私すごくインディ・ジョーンズが怖くて、でもなんでか分かんなくて、私あ違うインディ・ジョーンズレイジングだと思って間違えてインディ・ジョーンズに行っちゃったんですよ、シングルライターで。あここインディーじゃんって気づいたけど、元に戻るの恥ずかしくてそのまま乗ったんですね。そしたらインディ・ジョーンズって結構たくさんの人が一気に乗せるんですよ。そしたら私と一緒に高校生のお友達グループ、大人数、結構大人数のグループの方がいて、その隙間に私は入れられたんですね。すっごい気まずくて、さすがにもう2列3列とかが全員もうお友達みたいな、ですんごい気まずくてマジで気配消してました。しかもすんごい怖いの。それでさ私もさ全然怖くないんだったら一緒にイエーイみたいな楽しめたかもしんないけど、私すごく人見知りなので、そう、まあでも相手の人もさ多分隣の人も多分すごい気まずかったんだと思うんだけど、結構なんかなんだろう、なんとかスルーじゃないけどちゃんと話してくれるっていうか、なんか楽しみましょうみたいな、イエーイみたいな感じで話しかけてくれたんですけど、私がなんか あすいませんありがとうございますみたいな、あどうもみたいな感じになっちゃって、しかもすごい怖くて、私記憶なくて、すごい私夏に行ったんですごい涼しくて気持ちよかったんですけど、静かにもう固まってました、怖くてそう写真撮られるんだっけな、違うなんかねあんだけど一個アクションが、それが一番気まずくて、しかもよりにもよって私一番前だったのなんか4列くらいあって4列目とかだったらこう隠れられるんだけど、1列目で、つか普通1列目なんて一番人気なのにさ、なんで1列目に1枠空いちゃったのかわかんないんだけど、1列目に座ってすんごい気まずかったことだけは覚えてる。あれはねさすがの私でも気まずかった、忘れられないもん。私がこんだけ覚えてるってことは相手も、まあ相手が誰か覚えてないけど、そういう経験をあれは忘れられないと思うね。超気まずかったお互いにすごい気使ってて、さすがにめっちゃくちゃ気まずかったです。あれはあればっかりはね、他の時は平気だった
その、なんだろうね、お父さん、お母さん、子供とかの時に、まあ、大体その一人と乗るみたいなことが多いから、それは全然気まずくないんですよ。もう私マジでも傍から見たら私も家族みたいなテンションで行けるんですけど、さすがにその時は浮いてました。いくらなんでも本当恥ずかしかった。もうさっさと帰って、それ先生ありがとうございますみたいな感じで帰っていきましたね。さすがに188,618ポイント、皆さんありがとうございます。ともくんさん、テントありがとうございます。そうなのね、ちょっと恥ずかしかったね。あれは皆さんも気をつけた方がいいですちょっと恥ずかしいので気をつけてください。ゆかりんさん、くまありがくまです。ありがくまタワー、くまさんありがとうございます。トシさん、パラソルありがとうございます。ニコラスさんもありがとう、クマありがとうございます。イエイイエイ。それ以外は結構おすすめですね。あ、でもレストランとかでちょっと寂しさがあります。ご飯食べてる時とか一人で黙々と食べてるのはちょっと寂しさはあることはある。楽しいですよ。佐藤伊沢さん、テントありがとうございます。そう、多分本当はキャラグリーティングっていうのかな、あのキャラと写真を撮ったりとかできるやつとかに行けばよかったと思うんですけど、私は本当にあのこう見えて意外と散歩が好きだったので、散歩してたんですよ。ずっともうただひたすら歩くみたいな。この音楽とかがね、あのすごいんです、音楽が変わるので、音楽とかを感じながら歩くっていうのをやってて、ずっとそれでまあ昼くらいから入って3、4時間くらいかな、ご飯食べて、その問題のインディ・ジョーンズ乗って、ちゃんとレイジに乗って、あとお散歩して、チュロス食べて、ポップコーン食べてみたいな、もうすっごい3、4時間をねめっちゃ有意義に使って、あとは普通に楽しみました。信玄さん、パソコンありがとうございます。春海さんもパソコンありがとうございます。でも並べないタイプの人にはきついと思う、やっぱりな。基本並ぶので、私は全然2時間までだったら余裕だし、それ超えてもまあいけるっちゃいけるからみたいな感じのタイプなので、私は全然ただの魚さん、パソコンありがとうございます。でも逆にね、あのね、ガチオタみたいな感じの格好で行った方が一人であることに矛盾点がないですね。私は普通の服で行ったので、あの一人なのに普通の服なんだとか、別にそんな好きでもないのに一人で来たのかなみたいな感じなので、もう私はディズニーを愛してますみたいな感じの格好で行くと逆に多分紛れますね。あの人はディズニーが本当に好きなんだなってなると思います。ともくんさん、パソコンありがとうございます。達成？わからん、私の画面では見れない。そうなので、皆さんにひとりディズニーをこれからしようとしている方々へ伝えたいことは、強い心を持つべしと、キャラグッズをいっぱい身につけるべしですね。これがめちゃくちゃ大事です。特に強い心は大事ですそのね、乗り合わせた時に僕まれに気まずいこともあるので、やっぱり心を強く持って楽しむんだっていう気持ちがあると一人でも余裕だと思います。レイさん、パソコンありがとうございます。でも今の私はだいたい写真撮りに行っちゃうので、ディズニー写真撮りたいなって思っちゃうので、一人だと、写真をね撮るときに私の腕がすごく長くなるか、三脚確かダメなので、大
誰かにね、通りすがってる人にすいません写真撮ってもらっていいですかとか言って、めちゃくちゃポーズ決めるの恥ずかしいので、一人で行くときは本当にガチプライベートというポジションになるのかもしれないですね。近くさんパソコンありがとうございます。今ねあれなんですよ、マスク外しちゃダメなので園内でね、ご飯食べるときだけ OK なのかな確か、だけどマスクは外せないのでそこまで恥ずかしくないですね。やっぱマスク全部外して顔全部晒した状態で写真撮るのは本当に結構多分みんなが想像するよりも恥ずかしいので、まだマスクがあるとなんかこう顔をね、そんななんか表情作らなくていいので、とりあえずこうやってなってればで写っとけば OK みたいな。実際さなんかとかするのちょっと恥ずかしいじゃないですか、いくらなんでも、私でも恥ずかしい、いくらなんでも恥ずかしいので、そういう意味では別にセーフって感じかなと思いますよ。はいはい、今週雨ですね、いっぱい。明日も雨？今日も雨？どうなのかな、分からんけど。もう梅雨入りってことになってるんですかね、世間一般。私はね、でも梅雨明けたら夏が来るから、私結構夏アクティブなんですよね、なんかテンション上がっちゃうんですよ、わーいろんなとこに遊びに行きたくなっちゃうんですよね夏って。なんかなんですかね、気が大きくなるっていうか危険なんですけど、だいぶ夏だから結構好きです。みっつんさんパソコンありがとうございます。明後日から雨、きゃー頑張っていこう、達成したって、ありがとうございます皆さん。皆さんに感謝です。おにぎり村長さんパソコンありがとうございます。トシさん、テントありがとうございます。ともくんさんパラソルありがとうございます。ニコラさん拍手ありがとうございます。わあ皆さんのおかげですわい、ありがとうございますです、感謝感謝。そうぶっちゃけ私は何もしてないので本当何もしてないので、皆さんありがとうございます。なおくんさんパソコンありがとうございます。よしじゃあそろそろランキング読もうと思います。13位ともくんさんありがとうございます。12位しろくまさんありがとうございます。11位佐藤ひさおさんありがとうございます。10位フランさんありがとうございます。9位にしぷーさんありがとうございます。8位へたっぴさんありがとうございます。7位めるさんありがとうございます。6位はるかいさんありがとうございます。5位がひろにゃんさんありがとうございます。4位たかさんありがとうございます。3位ねこキャットさんありがとうございます。2位ゆかりんさんありがとうございます。1位ニコラスさんありがとうございます。わー白熊さんペンライトありがとうございます。皆さん今日もありがとうございました。私は目標の早寝に向けて寝る準備を急いで進めていきます。猫キャットさんありがとう、ありがとうございます。ニコラスさんハートありがとうございます。猫キャットさんお疲れありがとうございます。ヒロニャンさんハートありがとうございます。それでは皆さんさようなら、また見てください。バイバーイ、おやすみなさい。明日から頑張ってください。ファイティング。